はい、どうも皆さんこんにちは。小豆島の漁師浜湯です。皆さん、こちらのキウイと CM 知ってますか？アゲリシャス、アゲアゲリシャスってやつなんですけど、今あのこちらがアゲリシャスバイトというのを募集してまして、あの食べて感想を言うような動画を撮ろうと思っています。で、まあどうせだったらいつもの漁師飯にしちゃえということで、今日はですね、こちらのキウイと、はい、じゃじゃん、こちらのウマヅラハギとサザエを使って、漁師飯を作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速こちらのウマヅラハギをさばいていきます。ウマヅラハギは、見た目の通り顔がウマヅラだからウマヅラハギです。じゃあね、まず皮を剥ぐ必要があるので皮を剥いでいきます。僕はもうここを切って、でもここを前に引っこ抜きます。で、頭の方から剥いでいきます。で、反対も剥ぎましょう。はい、こんな感じ。はい、じゃあ内臓を出していきます。お、これはメスですね。卵持ってます。はい、じゃあ内臓を出していきます。まずこれが肝臓です。これ本当は真っ白ですっごい美味しいんですけど、なんでかこれ茶色いですね。で、これおしっこの袋なんで絶対割らないように。はい、取れました。はい、で卵です。はい、で後の内臓もきれいに取っていきます。内臓が取れたら洗います。はい、この状態になったら水気を取ります。はい、じゃあ3枚におろしていきます。はい、こんな感じ。ウマヅラハギはこのビロビロのとこの筋肉がなんかこういつも変色してるんですよね。ここあんまり美味しくないです。ちょっと残っちゃった。はい、3枚におろせました。じゃあ腹骨をすいていきます。はい、じゃあここに中骨があるのでこれを取っていきます。で、これでウマヅラは薄皮がまだついてるので下まで到達したら横にスライドさせます。はい、こんな感じで薄皮も取れました。こんな感じで薄皮がついてます。で、反対側も同じようにやります。中骨に沿って包丁を入れて、で横にします。はい、こんな感じです。で、残ったのが中骨と薄皮ですね。はい、じゃあこんな感じで柵取りができました。じゃあもう今日はキウイと会えるので、こうやって細く切っていきます。こんな感じです。はい、じゃあ全部切っていきましょう。はい、じゃあこれを夏らしいお皿に入れていきます。はい、こんな感じ。はい、で次はサザエです。サザエはこっから入れていきます。で、こうクリックリってするようにね、クリックリって。はい、で身が取れました。この中に肝が入ってるんで指で取ります。まずね、ここに身がついたんで身をね、こう指で削ってあげて、中からこう引っこ抜く感じ、クリクリクリって。
はい、こんな感じで取れました。今日はね、肝は使わないんで、この肝も、炊いて食べたいと思います。はい、で蓋を取って、で、サザエはぬめりがあるので塩をします。で、揉みます。で、流せたら水気を取ります。で、サザエはここの、ここに口があるので口を取ります。これがついてるとジャリジャリしちゃしますからね。で、これも細く切っていきます。で、これも夏らしい容器に入れていきます。こう周りに入れようか。はい、こんな感じ。はい、じゃあ主役のキウイを剥いていきます。せっかくだからサンゴールドとグリーン一つずつ使いましょう。皮剥きます。で、このキウイ食べるとすっごい気分が上がるらしいんですよ。だから今日ね、それを検証したいと思います。はい、こんな感じで取れたやつを適当な大きさに切っていきます。はい、で、これをボウルに入れます。で、軽く潰していきます。はい、こんな感じでスプーンで無事にほぐれました。はい、で、ここに塩を2つまみ、それで小豆島が誇る角屋のごま油を入れます。これはもう好みの量で、オリーブオイルを入れてもいいそうです。はい、これでソースは完成です。盛り付けていきます。はい、じゃあね、こちらにまず塩昆布、はい、そしてここにアルファルファです。カイワレの小さいような感じですね。それで先ほどのキウイソースをかけていきます。はい、それではハギとサザエのキウイ和えです。完成しました。じゃあね、これを早速キウイと一緒に食べていきたいと思います。はい、というわけで早速いただいていきたいと思います。この世の全ての食材に感謝を込めていただきます。箸忘れた。じゃあ今日はね、夏らしく、じゃん、レモンのやつ、いただきます。乾杯。うめ。で、今日のレシピなんですが、ネットで見て神根恵里子さんという方の、レシピを参考にさせてもらいました。ありがとうございました。じゃあ早速、和え物なんで、混ぜて食べていきたいと思います。じゃあ和えていきます。こんな感じです。どうなんだろう、キウイと魚とごま油とこの昆布ですか。じゃあね、キウイを乗せていただきます。うん、あ、これすごい夏にぴったりです。これごま油入れたからくどいのかなって思ったら全然くどくないし、またキウイのこの酸味とこの白身魚の淡白な感じがすごく合います。今日饒舌やん。考えてたわけじゃないですよ。わ、合うわ、おいしい。じゃあこのサザエとキウイで、うん、このサザエのね、コリコリとした食感で、あと淡白な味わいにやっぱキウイがすごく合います。本当に合う。まだこの昆布がね、すっごいいいアクセントになってる。キウイとこれ本当美味しい。で、キウイってものすごく栄養が入ってるって言われてるらしくて、で、ビタミン C がみかんの倍の量で、これは風邪の予防や疲労の回復に効果があって、あと肌荒れにも効果があるらしいです。で、あと豊富な食物繊維ね。これね、僕的にはやっぱダイエット効果もあると思います。まあこんな感じで魅力たっぷりで美味しいキウイですね。うん、いっちゃいますこれ。うん、いや、ほんとね、夏でもさっぱり食べれるし、もう夏食欲減退する人にはもう最高だと思います。うん、
じゃあせっかくなんでキウイも2種類いただきます。うまい。酸っぱすぎず甘すぎず絶妙です。まあこれは多分あの売れ加減でしょうね。ちょっとねまだ早いかな、僕が食べたのは。もうちょっと売らしたら、あ、こっちはいい。じゃあ黄色の方いただきます。黄色の方が甘いね。うん、俺こっちの方が好きかも。あ、でも魚にはこの緑の方が合うかも。うん、あれ、なんかテンションがすっごいアゲリシャスになってきて踊りたくなってきた。ああ。皆様ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか、ハギと、キウイの和え物、あと僕の拙いダンスで申し訳なかったです。あとですね、すごく今日は宣伝っぽくなってしまって、大変すみません。本当に今日はありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。バイバイ。